撃する。アスランザラ、デン。ペガサス級5番艦、グレイファントムを中に入れろ。モビルスーツが接近するようなら、ジムとガンキャノンで防衛ラインを張る。さまざまな人間の思惑が絡み合うのが戦争だ。何と戦うのか見誤るなよ。そのバレンタインみたいな悲劇は繰り返させない。スカーレット隊発進。ここワイズマン伍長たちと戦った頃にもね。夜間戦闘だなんて。あのブレイクミッションから追いかけたまえ。ルビコン作戦は今まさに行われてる。ジョン、今日サイクロプス隊は、うん、一人を残して最後の戦いを迎える。はずなんだけど、おかしいよ。ルビコン作戦にこんな戦力を避けるわけない。ブレイク現象の影響が間違いないね。小隊長さん、新型ガンダムを探して。ゼッケ、民間人、民間施設への被害は出すな。街に被害を出すなんて無理ですよ。鉄器を通りから引きずり出せ。ジオンのモビルスーツが入り乱れてるけど、私たちが止める相手はケンプさんのみ。戦士とか闘士、強襲特化の試作型モビルスーツだよ。ルビコン作戦は潜入工作と、密かに持ち込んだモビルスーツでの二面作戦だからね。じゃあその先にニュータイプ用ガンダムがある。そういうこと。一直線に目指してるはずだよ。体勢を回復する。いけ。こいつをつくことでだ。そこ、そのまだだ。まだなのか。できるか。こんなところで撃墜された。行っちゃえよ。助かる。やるぞ。今だ。任せてください。戦いを終わらせるためだ。モビルスーツ高速移動中、住宅街へ向かっています。滅びゆく者のために。さーてと、さっさと片付けていっぱいやろうぜ。いた。 MS-182 ケンプさん。めっちゃ散歩に出かけるとするかい。これが強襲型の機動力。ユノ姉さん、通信を傍受したよ。Gルームの状況は。銃撃戦で膠着状態です。近づけません。マッケンジー注意を呼べ。潜入工作班も動いてるのね。ワイズマン伍長さんも基地内にいるはず。反対です。コロニー内で戦うなんて。敵の手にアレックスを渡せというのか。注意。狙いはやっぱりアレックスなの。ガリア、敵モビルスーツまた増援。小隊長さん、なんとか踏ん張って。直撃させる。おっと、こりゃちょっと飲みすぎたか。やるな。止めてみせる。ちょうど酔いが回ってきたぜ。いやこんなところで。
これでうろうろしてたら落としちまうぜ。止めてみせる。落とさせてもらう。くっそ、落ちる。これはどうだ。その動きで直撃したのか。落ちてみせてと。くっそ、できるか。直撃したのか。まだまだ敵の増援。早く掴んだの。なんだと。こんな中立頃にジオンが仕掛けてくるなんて。ここでアレックスを失うわけにはいかないのよ。やっ、こいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね。戦えなければもっと多くの人が死んでしまう。クリスティーナ・マッケンジー注意、こちらスカーレット隊援護します。ありがとう、助かったわ。直撃させる。当たってくれ。落ちろ、まだ動け。落ちろ。これで決めばいいのか。くれ、当たれ。こちらから行くぞ。小隊長すごい。ケンパー以外のモビルスーツを全てゲット。まるでニュータイプだよ、小隊長さん。はっ、くっそ。抵抗するんじゃない。回復完了。よし、蹴散らすぞ。止めてみせる。当たって。来い、お前に戦い方を教えてやる。なんだと。今逃げたら大事なものを失ってしまうから。何？無傷だと？止めだと思ったら外部装甲だったの？チョバムアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのにね。くそ、出来損ないめ。俺が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけ。サイクロプス隊の作戦は失敗。じゃあワイズマン伍長は？大丈夫、脱出してる。彼はこの後ザクに乗るんだから。そうか、前のブレイクミッションにつながっていくのね。最後の戦いはバーニーのものだからね。抵抗するんじゃない。これならいける。全力で行かせてもらう。ザ・クラッタ、ぜひかわせるか。された。なんて攻撃だ。さすがだな。いい腕だな。くせい、いけやぞ。かわせるか。なんと、こんなところで撃沈された。ありがとう。注意、特殊任務班の大ベテランだもの。当然だよ。対する NT1 はガンダムとはね。テスト前だと発見時に注意さん。注意、無理はしないでください。私たちがフォローします。
やめなきゃいけないの。どんなことをして。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。小隊長お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。ううん、これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう、ユヌ姉さん。え？でもワイズマン伍長は戦うのはまさかマッケンジー中尉と。歴史は正しく流れるよ。このコロニーに核が撃たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの。アスランザラ帰還する。